大自然に囲まれた北海道士別市に来ています。こちらで開催されているインターハイのウェイトリフティング競技には高校ウェイトリフティング界の絶対女王が登場します。豪快かつ繊細な技術が求められるウェイトリフティング、まずはどうですか、木星選手の状態。はい、もう絶好調です。やっぱりもうあと2年後にはもう本当にもう強くなってないとダメなんで、オリンピックも目指せないので。父俊彦さんと共に2028年のロスオリンピックの選考レース出場のため2年後の日本代表入りを目指す59キロ級本部高校3年の比嘉星。やっぱ世界となると200超えが当たり前のようになってくるので、今回はスナッチジャークともに日本高校新記録を狙いたいなと思います。自身が持つ日本高校記録を更新し世界が近づくトータル200キロ超えを目指す比嘉。1回目でスナッチ種目の優勝を決め、ここからは記録との戦い。2回目は94キロ、高校記録と20歳以下の日本ジュニア記録も上回る重量。さらに上を目指す比嘉は3回目、シニアの日本記録まであと1キロに迫る97キロに挑戦。自分の中でも取れるっていう感覚はちょっとつかめたので。頭上まで上げましたが惜しくも失敗。日本記録の更新も間近に迫っていることを予感させた試技でした。しかし父俊彦さんは根性なしこちゃんでしたね。そうですか、94とっても、はいはい、根性なしこちゃん。なんでですか。親の顔みたいですよね。あとクリーン&ジャークでまた、はい、またとりあえず1本決めてまたやります。ありがとうございます。父を納得させることはできるのか。目標のトータル200キロ超えには106キロ以上の試技が必要となるクリーン&ジャーク。1回目に95キロを上げ優勝を決めると、2回目は日本高校記録を1キロ超える107キロを申告。クリーン&ジャークも高校新記録を樹立し、トータルも目標の200キロを超える201キロに到達。世界が近づく試技を見せました。これから世界ジュニアも控えてますので、そこでしっかり記録残していけるように頑張りたいと思います。将来はオリンピックに出場することなので、それに向けてまた頑張っていきたいと思います。しかしそれでも納得しないのがお父さんなんです。本当に根性なしで、はい、期待に応えてくれなかったですね、はい、根性なしです、はい、大会が終わってわずか1時間半後、次の目標に向かって練習を始めていた2人。愛を込めて練習を、はい、いい感じに足がパンパンで来てます。2週間後にはジュニアの日本代表として国際大会出場を控えます。オリンピックに向けて親子の挑戦はこれからも続きます。帰ってます、バイバイ。そしてウェイトリフティングに青春をかける女子選手はもう一人、64キロ級の嘉手納高校3年山里美月。大好きなウェイトリフティングをするため豊見城市から
朝5時半にはバスに乗り嘉手納高校に通ってきました。重いものをあげられた時の達成感とかがとってもある競技で本当にすごく楽しいです。目標の6位入賞を目指して3回目のクリーン&ジャーク81キロへの挑戦。見事成功しトータル147キロで6位入賞。しかし記録は自己ベストに及ばず、実は涙をこらえ表彰台に立っていました。先生たちの前ではずっと笑顔でどうにか耐えれたんですけど、やっぱりこの同級生の子がメダルをもらってる姿とか見たら、あ、まだまだだったなとか。努力の日々を表していたこぼれる涙、でも最後は笑顔でこう振り返りました。最高でした。家族もみんな応援してくれたり、学校の先生方や、まあ、部活の先生方がずっと応援してくれて、とても感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。